この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチャーペロッと、キモいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人なるせここみ and まさかの登場、スキスポ初の男性助っ人鈴虫くん。今回の対戦はパチスロ機種フリー対決、台選びがポイントとなるが、果たしてなるせは勝てるのか。ルールはいつも通りシンプルに、最終獲得枚数の多い方が勝利。そして魚拓が勝てば、かすみりさちゃんがすっぽんぽんとなり生着替えを披露、ご期待あれ。ではかすみりさちゃんを迎えて、まずはこのコーナーから。はぁ、やったマジかよ、やべえぞこれ。やっぱりさ、生着替えは見たいよ。見たかった。しかし成瀬は引くなあ、あいつは何なんだあれ。マジあいつ役に立たねえよ。ここぞという時に使えねえや。魚拓さんですか。魚拓さんですか。どうですか。すごくまずいの。え、俺出てないのにナルスがすげえ出してんの。おー、そうなんですか。まずい。私すごい脱ぐ気満々なんですけど。いや、俺だって脱がせる気満々だよ。頑張ってくださいよ。いや、今のままじゃ頑張れない。差し入れ持ってきました。お、これを食べて頑張ってください。もうちょっと違う食べさせ方をしてほしい。元気だ。よかった。ちょっと負けないように頑張るわ。お願いします。ありがとう。はい。俺何やってんだろうな。でも本当に元気出た。頑張る頑張る。We'll be right back.